アレクサンダー・カートライトアレクサンダー・チョイ・カートライトは19世紀に現代の野球のゲームルールを確立したとされる人物。アメリカ合衆国ニューヨーク生まれ。1820年ニューヨーク生まれ。父は商船の船長で7人兄弟だった。16歳の時にウォール街で働き始め、ユニオンバンク・オブ・ニューヨークの事務員として生計を立てていたが、 1845年の大化で、勤めていた銀行が消失してしまい、兄弟とウォール街で本屋を営むことになる。カートライトは、他のマンハッタン地区で働く若者と同じく、ボランティアの消防団に参加していた。彼は、当時の団員のレクリエーションとして、タウンボールを導入し、1842年に、タウンボールを楽しむ社交クラブとして、 ニッカーボッカーベースボールクラブを設立した。クラブは、会員制で、プレーの際には、ユニフォームも着用し、試合後は対戦したチーム同士が食事を取るなども、していたようである。1845年、ニッカーボッカークラブは当時試合ごとにルールを決めていた、タウンボールを、自分たちに合うように細部の規則を決め、それを文書化して、統一のルールの下で行うようにした。 この時決められた規則が現代の野球規則の下地となっている。その後カートライトは1849年に金の採掘のためにカリフォルニア州に赴き、その旅の途中途中で各地に野球を伝承していった。彼のカリフォルニアでの金採掘の計画は現地のキャンプでこれらが流行したため結局頓挫し、カートライトはハワイに移り住むことになる。 カートライトは1892年に、ホノルルで72歳の生涯を閉じる。1938年に、アメリカ野球殿堂入り。現代野球の父としてのカートライトの功績は1953年に、アメリカ合衆国議会で正式に承認された。カートライトが当初発案した野球ルールは、おおよそ以下のようなものである。 これらの規則はその後も細部に修正が加えられながら現在に至っている。ありがとうございます。